が日本というものを、世界にどんどんアピールしていく。今週のキックオフ新州は、新州のあの企業が日本人も多数所属するヨーロッパの古豪クラブとスポンサー契約ってなんで。さらに激闘続く J3 リーグと F リーグの試合もプレイバック。新州サッカー情報を今週も熱くお伝えしますよ。こんにちは。こんにちは。キックオフ新州です。今週はこの方とお伝えします。元 AC 長野パルセイロ、現在は長野日大のサッカー部監督、東博史さんです。お願いします。お願いします。もう夏本番というような感じの、はい、東さん日焼けの仕方ですね。はい、紫外線浴びて行っちゃいました、はい、でもこれで県総体が終わって、はい、チームとするとどうですか、日大高校は。そうですね、総体は準決勝で終わってしまったんで、選手権に向けてまた頑張って選手権が取れるように、はい、この夏頑張りたいと思います。期待しております。頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、今週は東さんとお伝えします。では最初はこちらです。熱戦新州サッカー。はい、ということで、先週末に行われた J3 リーグの試合をプレイバックします。松本山川ホームにゴン中山こと元日本代表中山雅史監督率いる2位の沼津を迎えた一戦。前節で4点を奪った勢いをそのままにと同じスタメンで挑みました。この試合、菅野カメラも登場します。ありがとうございます。頑張りました。試合は前半9分、左サイドの山本龍平のクロスに樋口。佐々川、山本、山本、いいよいいよいいよ、いい当たー樋口、樋口いたー。大卒ルーキーのアルビン初ゴールで幸先よく先制します。前半14分には最後尾から安藤につけ、村越、安藤とつないで突破すると、シュートのこぼれ球を浅川が押し込み追加点。手出して中3人仕掛ける、打っちゃう、いいや、こぼれ球、浅川、浅川さんです。浅川もやる気がしてました。山賀の勢いは止まりません。後半2分にも浅川、樋口、樋口、いい、浅川、おー、ナイスシュー、2点目、2点目。さらに守備でも見せます。後半19分、相手のシュートを宮部、そしてゴールキーパーの大内がギリギリのところで防ぎ、得点を許しません。集中してる。後半33分には山口がゴールを奪い、2試合連続での4得点。いや、いいかも。山口、次はネクスト、よっしゃー、決めた決めた、ナイスシュー。松本山が快勝です。ホームでは不甲斐ない試合が続いていたので、ホームで本当にすっきり勝ちたかったな、相手が今日の沼津さんなら最高だなとずっと思っていたので、今日は本当に選手たちの頑張りに感謝したい。自分たちよりも順位が上のチームに勝っていかないと、ひっくり返せないので、そういう意味ではもう一戦一戦、勝ち点3だけを考えて、結果的に一番最後に一番上にいられればいいなというふうに思っています。天皇杯 J1 東京ヴェルディ戦から中3日でアウェーに乗り込み、盛岡と対戦した長野パルセイロ。最下位を相手に得点、勝ち点を積み重ねたいところでしたが、前半3分、コーナーキックのクリアミスからいきなり失点してしまいます。それでも前半14分、杉井の対角線へのボールを受けて近藤からのクロスに西村が合わせて同点に。前半37分にはゴール前での混戦を最後は近藤が押し込み、逆転に成功します。東さん、気持ち感じますよね。はい、逆転
できるのは良かったですね。ところが前半41分に同点に追いつかれると、後半10分には守備の連携ミスから逆転を許してしまいます。これね、集中力を欠いたパルセイロ、最下位相手に勝ち点を取れなかった手痛い敗戦です。さあ、ということで試合をご覧いただきましたが、まずは松本山雅ですけれども、2戦連続で4得点ということで、はい、矢島さん調子乗ってますね、やっぱりね。はい、乗ってきましたね、2戦連続4得点は本当に素晴らしい結果だと思うので、だいぶ攻撃陣も調子が上がってくるんじゃないですかね。自信つきますよね。はい、自信がついてくると思います。この新州ダービーもありますからね、この勢いのまままたダービーにというような形になると思いますけれども、はい。さあ、そして一方の AC 長野パルセイロでしたけれども、東さん、逆転は一時したんですけれども敗れるという形になりました。どのようにご覧になりましたか？そうですね、連戦で若干後半疲れが見えてきたのかなっていうところで、ちょっと集中力が欠いてしまって逆転ゴールを許してしまった試合だったかなと思います。3点目の失点シーンについては、単純にコミュニケーション の不足っていうところだと思うので、このシーンはやっぱり後ろから声がかかってない、はっきりかかってない限りは流さずにプレーした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。もうもったいない失点かなと思います。まあ、ちょっとね、雨が降る中連戦でっていう形でちょっとね、集中力を維持するのも難しかったかもしれないですけど、でももう東さん切り替えるしかないですね。そうですね、まだ巻き返せる位置にいるので、次切り替えて頑張ってほしいと思います。さあ、それでは順位表を確認していきます。 J3 リーグの順位表ですが、松本山雅は6位、 AC 長野パルセイロ10位という形になっています。まだね、勝ち点差詰まってますので、はい、この後勝ち点を積み上げていってほしいと思います。さあ、そして先週末はボアルース長野の試合も行われました。そちらの試合もプレイバックです。 F リーグディビジョン2第3節、ボアルース長野はホームにヴィンセドール白山を迎えた一戦です。まずは前半1分、中村のシュートで幸先よく先制します。しかし前半11分、一瞬の隙を突かれ同点にされてしまいます。その4分後、上林のこのシュートで逆転しますが、リードを奪いますが再び同点に追いつかれ前半を折り返します。しかしボアルース長野、ここからがゴールラッシュです。後半2分、稲葉のシュートが相手に当たり勝ち越しに成功。後半3分には自陣で岡本が奪い、最後は中村が冷静に押し込み4点目。その1分後、今野とのワンツーで最後は岡本。まだまだゴールは止まりません。後半69分に米村、すごい。さらに相手がパワープレーに出たところをまたもや米村が決めて7対2。後半17分には田中、そしてその1分後にも渡辺が得点を加え、終わってみれば9得点の大当たりでボアルース長野大勝です。すごい。さあ、ということで大勝したという形になりましたボアルースですけれども、私はこの試合取材してたんですけれども、前半 2-2 で終えてきて、相当ですね、自分たちの試合ができなかった中で、ハーフタイムチームメンバーがかなり密なコミュニケーションを取って、後半に7得点という形になったそうですね。昨年度は1敗して F1 に上がれなかったという悔しさがありますので、ボールさんが全勝でという形になってきますが、これで自分たちで東さん修正できるとかなりチーム状態もいいと思っていいですよね。そうですね、後半はすごいいいシーン
があったので、あのコンビネーションから得点とか、はい、だいぶ良くなってるんじゃないかなと思います。あれ9点も入ると見てる方も楽しいですね。いやもうびっくりしました。9点も入るのって ね、 ですね。ぜひこのね、あの興奮をこうスタジアムで味わっていただきたいと思います。さあ、そして F2 リーグの順位表も見ていきます。ヴァルス長野現在は全勝で9位と1位という形になっています。さあ、では続いてはこちらです。サッカー好きの方はもちろん、サッカーを知らない人も一緒になってサッカー談義に花を咲かせられるようなネタをお届けするサッカー談義ネタの種。今回のネタはこちらです。わさび。ある国ではサッカーが縁でわさびに関心が集まっているんです。その真相に迫りますよ。北アルプスの麓にある安曇野市、特産品の一つといえばわさびですよね。実はこのわさびがサッカーと結びついたそうなんです。ということでやってきたのは安曇野市にある大王わさび農場。およそ110年前の大正4年に創業し、安曇野でわさびを作り続けています。そんな大王わさび農場がサッカー事業にも進出したという情報を入手。一体どういうことなんでしょうか。まずベルギー一部リーグのシントトロイデンというチームのスタジアムの命名権を取りました。そうなんです。ベルギーリーグ一部で戦っているシントトロイデンのホームスタジアムの命名権を取得したんです。シントトロイデンは今年で創立から101年目を迎えたベルギーの古豪クラブで、2017年11月に日本企業の BMM.com が経営権を取得。日本人選手も多く所属し、元日本代表で今シーズン限りで現役を引退した岡崎慎司選手や、日本代表の鈴木財音選手、小川亮也選手、伊藤亮太郎選手など、今シーズンは6人の日本人選手が活躍しました。そんなシントトロイデンのホームスタジアムの名前は、大王わさびスタイエンスタジアム。スタイエンとはスタジアムがある通りの名前から取っています。1927年に建てられた歴史あるスタジアムで、2011年の改修を受けて近代的なスタジアムに変身。レストランやバーのほか、ショッピングセンターやオフィス施設、ホテルなどを備えているんです。ピッチと観客席の距離が近く、ダイナミックな観戦が楽しめるサッカー専用スタジアムなんです。そんなスタジアムの壁を見てみると、ほら、わさびの文字が入った看板がありますよね。ではなぜわさびを作っている企業がベルギーリーグのスタジアムの命名権を取得したんでしょうか。今回のシントトロイデンを運営している会社様、日本の企業なんですけれども、そちらと、まあ、縁あって、そこの方とちょっとつながりがあって、その方から今回のネーミングライツ獲得のお話をいただいたというのがまず始まりでした。 DMM 様の方は、あと日本人の選手たくさんシントトロイデンの方に所属しているかと思うんですけれども、そういった方を世界に、まあ、羽ばたかせるというか、あと、まあ、日本人選手をどんどん売り出すというか、まあ、そういったところで DMM 様はやられてるんですけれども、弊社も同じでわさび、まあ、本物のわさびというものがどういうものなのかなとか、まあ、そういったことを知っていただきたくて、世界の方に知っていただきたくて、あのそういった意味ではその日本文化、日本というものを、世界にどんどんアピールしていくというところで共通点を感じて、スポンサーシップというところにつながったという流れになります。そうなんです。日本人選手の育成とステップアップに力を入れているクラブの方針と、わさびをもっと世界中の人に知ってもらいたいという企業の思いが合致して、2023年2月に命名権を取得することになったんです。1924年のクラブ創立以来、ホームスタジアムの命名権導入は今回が初めて。またベルギーリーグのスタジアム命名権を取得する最初の日本企業になったんです。そんな中、今年4月初めてスタジアムを訪れた深澤さん、その第一印象は。
弊社 の, あのロゴが建物のスタジアムの中のまあ壁のところにあったりだとか、そういうのをまあ生で見て、あ、本当なんだみたいな感じはありました。あのもちろんあの撮ってたのは知ったんですけれども、なんか身に染みて感じたっていうのは今回行ってより感じたところです。実際にそこに入って出た試合の雰囲気っていかがですか、生に観戦してみて。シントトロイデンのサポーターの方が、まあ、いるゴール裏のところと近いところでずっと見てたんですけれども、ものすごい熱狂的でした。で試合も最初シントトロイデンが 3-1 で負けてたんですけれども、試合終盤で一気に追いついて 3-3 で終わるっていうとんでもない試合だったので、なおさらもう観客の皆さんもすごい興奮してましたし、選手の皆さんも、もう最後のそのハイタッチの時もそうですけど、かなりもう気合の入ったハイタッチを、はい。また現地のサポーターにもスタジアムの名前が受け入れられている印象を持ったそうです。では実際の選手はどう思っているのか。なんと今シーズン主力として活躍し日本代表にも選出されたことがある伊藤亮太郎選手からコメントが届いています。どうぞ。日本人にとっては親しみやすい名前なのですごい覚えやすいかなと思います。ぜひ、代表わさびスタジアムに足を運んでいただき僕たちのプレーを見てください。よろしくお願いします。伊藤選手お忙しい中ありがとうございました。シントトロイデンのホームスタジアムの命名権を取得してから1年4ヶ月、今後どのような広がりを期待しているのでしょうか。今回は、まあ、大王わさび農場という会社として今回命名権取ってはいるので、その名前を聞いた時に、ただ大王イコールわさび、じゃあわさびイコール安曇野、安曇野ってどういうとこなのみたいな興味深いなだとか、そういった風につながればいいなと思って今回スポンサーシップを結んだ、まあ、安曇野に来てもらえるような、 なんかきっかけだとか安曇野に興味持ってもらうようなきっかけをなんか作れたらなとか、まあ、最終的にこのスポンサーシップが安曇野が盛り上がるところに最終的にはつながって、かつ安曇野に来ていただけるお客様が、まあ、ここでその消費金額というか、まあ、落としていっていただけるお金とかが今後どんどん増えていくようになれば一番私としては、まあ、本望なので、いろんな側面からわさびというものが、知ってはその安曇野というものが見てもらえるようになると、よりその安曇野の魅力というのも上がっていくのかなというのを感じております。はい。まあ、大王わさびスタイエンスタジアムということで、わさびの名前がヨーロッパのスタジアムに使われているという話題だったんですけれども、はい、あの実際にあのベルギーの方でわさびのこうすりおろしの実演とか、うん、あのわさびをベルギーの方に食べていただくような実演もされているということだったので、もっとこうわさびの魅力を広めていきたい、そのきっかけにしたいということ で、うん、で実際なんかあの安曇野を訪れるベルギーの方もなんか増えているようなことで、こういった効果が現れているのかなというような話でしたけれども、サッカーがきっかけでわさびが、うん、広がるっていう、すごいですね、新しい感覚ですね。東さん、そしてまたヨーロッパの方だと、はい、街中にねスタジアムがあって、本当にこうスタジアムとあの市民の方の距離って近いじゃないですか。そうですね、うん、はい、僕もあのヨーロッパのスタジアムとか行ったことあるんですけど、うん、でもその信州の企業がヨーロッパのスタジアムの命名権獲得するってすごい嬉しいですよ、ね、うん、そうですね、はい、こうやってまた信州の文化の魅力とか名産品のね魅力がもっともっと広がっていって、うん、またちょっと J リーグとの交流みたいなのも増えていくと嬉しいなと思います。さあ以上ネタのためのコーナーでした。はい、この後はスタジオにあの可愛いゲストが、可愛い、今日はスタジオに素敵なゲストに来ていただきました。長野パルセイロの広報のあぶみさんとライオーです。お願いします。ライオー君初登場ですけれども、どうですかスタジオは。広いね。ユースタとどっちが広い。ユースタの方が広いよね。確かにね、それはね。東さんもね、ダイオとはどうですか、はい、久しぶりですか。あ、久しぶりです。どうしたんですか、急に他人行になっちゃった。ダイオ君、今日はどんなお知らせに来てくれたのかな。はい、お今日はおすすめグッズを紹介に来ました。
お、はい、じゃあグッズの紹介をあぶみさんからお願いいたします。はい、まずはじめでですね、こちら、6月からナイトゲームの試合になったということで、うん、ペンライトになります。はい、このペンライトでぜひ長野 U スタジアムをオレンジ色に染めてください。はい、ライオの顔があるのと、もう1個あるんですね。はい、うん、もう1個は普通のペンライトになります。はい、これ14色に光る丸ライトになっていますので、うん、このオレンジでぜひスタジアムを染めていただきたいと思います。うんうんうん、東さん選手もね、スタジアムオレンジに染まってる、はい、テンション上がりますもんね。いや、めちゃくちゃテンション上がるんで、はい、ぜひみんな持って応援してほしいですね。さあ、そしてあと何でしょうか。はい、続きましては、選手と同じデザインになっております、オーセンティックユニフォームになります。はい、こちら大好評でして、こちらのユニフォームは随時販売しておりますので、こちらのユニフォームを着て長野 U スタジアムをオレンジにこちらも染めていただきたいと思います。はい、さあ、そしてもう一個あるということですが、はい、最後にこちらです。ライオウくんのぬいぐるみになります。はい、ライオウぬいぐるみですけど、顔がちょっと新しく変わりまして、はい、新しくなったので、このライオウぬいぐるみと一緒に、ライオウと一緒に写真を撮っていただきたいと思います。キリッとね、してる表情でかっこいい、かわいいですけれども、さあ、はい、そしてさらにパルセールはホームタウン16市町村の一人でも多くの方に、うん、はい、サッカー観戦を楽しんでもらうために、うん、今年もホームタウンデーを開催とのことです。はい、今年は本気のホームタウンデーとして、ライオウくんも頑張ってきたんだよね。あ、頑張ってきたね。はい、ということで、これですね、これは6月に山の内町の横手山に行ってきた映像とのことなんですけれども、ライオウくん、どうだったかな。綺麗な景色が見れてとっても楽しかった。なんかカメラに向けないと伝わらないかしら。ね、はい、ありがとう。ね、景色が見られて、いろんな、じゃあホームタウンに行ったんだ。入ってきたね。あ、乗ったの。降りれた。降りるシーンとかあったりして。あ、降りれたね。そうなんですね。本当にじゃあ多くの市町村の方に、あぶみさん、スタジアム招待されているということですね。はい、そうですね、16市町村の方々にスタジアムに来てほしいということで、こちら無料招待していますので、詳細につきましてはホームページの方をご覧いただきたいと思います。はい、ぜひね、スタジアムに足を運んでみてください。もう3日間、うん、うわ、すごい。はい、ということで、ではあぶみさん、ライオくん、最後に意気込みやお伝えしたいことがあれば、はい、お願いします。はい、お伝えしてください。はい、みんなたくさんお友達を誘って長野 U スタジアムに来てください。はい、ありがとうございます。ということで、あぶみさん、ライオ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、では週末の試合情報です。J3 リーグの第18節です。松本山が AC 長野パルセーロともに、今日この後午後6時キックオフです。さあ、パルセーロは長野 U スタジアムで富山を迎え撃つということですけれども、ライオ君ももちろんスタジアムでサポーターの皆さんをお出迎え、ライオ君とハイタッチとかもできるのかな。あ、できちゃうんだね。ハイタッチして写真も撮れて、うん、じゃあ一緒に触れ合って盛り上げてね、行きましょう。これからね、どんどん信州ダービーも控えてますから、ライオンチームもね、どんどん盛り上げていきたいですよね。はい、さあ、そして今週は東さんにもお付き合いいただきましたけど、なんかちょっとライオンを見る目がなんか保護者のような。あ、そうです、なんかもう久しぶり、少し僕も緊張しちゃいました。ライオン、そんなことないで。東さんもこの後高校サッカー、ご自身長野日大、はい、チームを率いてますけれども、選手権に向けてというところですね。はい、そうですね、この夏、頑張って成長して選手権に向かっていきたいなと思います。選手権ではどのあたりを目標にしてますか。それはもちろん優勝を目指して、はい、頑張ります。じゃあ、いつまず選手の、ね、サッカーがもっと盛り上がるように。そうですね、はい、はい、さあ、そして来週はですね、人気企画チャージ飯、そして信州ダービー直前ということで、両チームの意気込みなどもお伝えしますので、ぜひこちらもお見逃しなく。さあ、今週はゲストに東博さん、そして AC 長野パルセーロから候補のあぶみさん、さらにはライオンにもお越しいただきました。皆さん、どうもありがとうございました。では、キックオフ信州、また来週です。さようなら。We'll be right back.
土曜の昼は新春サッカー。